はい、どうも皆さん、こんにちは、ヨンソです。ちょっと髪の毛伸びましたかね。現在沖縄の方に僕来ておりまして、前回の動画のところで皆さんからコメントもたくさんいただいて、間に合ってるよとか、僕がビーバップハイスクールっていう表現をしたんで、なんかのぶおーとかね、僕個人としては結構気に入ってるんですよね。なぜかというと楽なんですよ。今までだとちょっと朝起きたら寝癖直したりとかですね、髪の毛を乾かすためにドライヤーしたりとかですね、そういった作業があったんですけども、なんか単発にするとね、その手間がすごい省けて、僕的にはすごい楽ちんだなっていうふうに思っててね。あと皆さんにね、ちょっと一つ本題に入る前にお知らせがあるんですけども、実はですね、じゃじゃん、皆さんご存知ですかね、この方、もうチャンネル登録者数でいうと100万人を超えた YouTube 講演家の、鴨頭嘉人さんね、カモさん、通称ね、カモさんとナナちゃんが3月9日に、沖縄でコラボ講演会が、行われます、ね、これ初めてのコラボ講演会ということで、カモさんはね、もう YouTube 見てる方だと結構ね、皆さんの広告に上がってきたりとか、もう最近で言うとホリエモンとねコラボしちゃったり、オリエンタルラジオのあっちゃんとかもういろんな方とねコラボしていきながら、お二人ともこうどちらかというと正直で自分の思ってることをストレートに言うっていうね、そういったこうパワーというかパンチ力ある2人が舞台の上に立ったら、どんなコラボ、どんなシナジーが生まれるのかなっていうのがね、これ630人、ね、沖縄国立劇場沖縄で開催して、チケットね、販売のフォームに関しては概要欄に載せてたり、僕のコメントのところにも載せておくんでね、ぜひそちらでチェックしていただければと思います。ということで今日の本題なんですけども、僕今奈々ちゃんと一緒にオンラインサロンを運営してるんですね。昨日たまたまオンラインカフェっていうのをやってて、そこで僕が近況を話す時に出た話が、結構自分でもなんかずっと思ってたことがうまいこと表現できたなっていうのがあって、僕も何年か前からちょっと感じてたんですけども、なんか今までの時代って何かこう結果を出したり形を出す時って、なんかすごく能力の高い人であったり、志の高い人であったり、分かりやすいのは孫さんとか、松下幸之助とか、本田宗一郎とか、いろんなね、このね、日本の礎を作ってきた経営者の方たちを見ていた時に、すごくカリスマ性があって、そういう人たちがぐん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 みんなを引っ張っていきながら、社会を変革していきながら、成長をどん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 遂げてきたのが今の日本だと思うんですね。そういう風な時代からなんとなくですよ、一回そこがなんかブレイクされて、今本当に皆さんの個性が大事な時代、なんか一人で何かを作り上げる、もちろん孫さんにしろいろんなこう経営者にしろ一人でやったわけではないんですけども、なんとなくこう強烈なリーダーが引っ張っていく、そんな風な、構図に僕は見えてたんですけども、そういったことではなくて、今まさに自分の役割、自分の個性が何なのかっていうことを明らかにする時代になっているように思うんですね。もともと自分で会社の経営をやってて、2014年に自分の会社を全部手放して、落読の仕事をするようになって今に至るんですけども、もともとは経営者になりたい、なんか青年実業家というか、もともとね、親の影響であったり環境の中で、長男ということであってね、僕もなんかこう商売をして経営者として大成することが、僕の使命だとか、それがなんか親に対する恩返しだとか、そういう思いで経営者になろうと思って頑張ってたんですけど、どうやら経営者は向いてないぞということに気づいたんですね。この話すっていうことを以前はやってなかったんですよ、ほとんどですよ。でも人前で話すようになってくると、意外と人前で話すっていうことに抵抗感もないし、なんとなくこう練習もしたことないし、どっかで教わったわけではないんですけども、なんとなくこの説明が上手で皆さんに分かりやすく伝えるっていうことが、自分ではさほど能力だと思ってなかったんですけども、人に言われることによって、ヨンちゃん分かりやすいよとか、ヨンちゃんの説明分かりやすいわっていうことを言われるたんびに、なんとなくこれって僕の能力なんじゃないかな、才能なんじゃないかなっていうことに自分が気づき始めるわけなんですよ。要するに自己評価と他者評価がずれてるんですよね。でもやってるうちに、やっぱり自分の中の自己認識はこれが得意とか、これが自分だっていう思い込みがあるじゃないですか。でもそれをやってる時って、なんか自分自身は
違和感なくやってるんですけど、周りの反応がなんとなく波が打たないというか、なんとなくしっくりこない、エネルギーが通らないというか、まあ、そういった場面に遭遇した時に、あれなんか俺ってそれ違うのかなとか、うん、で、まあ、僕の場合ありがたいことにこう本音を言える環境とか、うん、自分が伝えたこと、自分がどう見えてるかを正直にフィードバックをもらえる環境に身を置いてたんで、まあ、それは奈々ちゃんもしっかり、その周りも仲間もそうなんですけども、なんでそういった時に、ちょっとヨンちゃんそれ違うと思うよねとか、言ってること分かるし、ヨンちゃんそれはできると思うんだけど、それはヨンちゃんの役割ではないんだよねみたいなことを言われた時にちょっとハッとするんですよ。若干最初は抵抗感は出たりはするんですけども、あ、でも言われてみてはそうだなと思って、ちょっと自分の中で切り替えた時にそれがすごくヒットする。ヒットするって何かっていうと、人に喜ばれるようになるとか、人に感謝されるっていうこと、それを見ることによって、あ、自分の能力っていうことにちょっとずつ気づき始める。で、今まで能力だと思ってたのが、あ、まあ、さほどこれは優先度が高くないなっていうふうに手放していくことによって、なんか自分っていうものがどん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 分かるようになってきた、こんな経験なんですね。だからその試行錯誤を繰り返していきながら、まあ、どっかでちょっと講演会みたいなことをやってみようかなと思って、講演活動なんかもさせてもらってた時期もあって、それも別に悪くないんですよ。でもなんとなくエネルギーが通らないというか、いいんだけど…みたいな、イメージした時にこれからの世の中って僕どういう風になるのかなっていう風にずっと感じてたのは、なんかパズルなんですよ、うん、じゃあパズル分かりますよね。パズルって最初に完成の絵が見えるじゃないですか。あれ売ってるやつもなんか最初にもう完成の絵が見えて、それがもうバラバラになることによって一つ一つのピースを重ねていきながら、最終的に全てのピースが埋まると一つの絵になるわけじゃないですか。だから僕の人生の目標であったり、ゴールであったり、成し遂げようとする絵は僕の頭の中にあるんですけども、僕が全てのピースを自分が埋めていくっていうことを多分無意識に思ってたと思うんですよ。どっかで僕がそのピースたちを動かしていく、僕が当てはめていくみたいなイメージがあったんですけども、どうやらそうではなくて、まずですよ、僕自身がその絵の中でどんなピースなのかっていうことを知らないといけないんですよ、うん、だからパズルって形全部違いますよね。例えば出っ張ってるとこがあったり、へっこんでたりあったり、こうデコとボコですよね、まあ、それをが形なんですけども、さっきの話で言うと、自分が才能だなって思ってる時は出っ張ってる部分じゃないですか。で、これ苦手だなと思うのはへっこんでる部分じゃないですか。だからこれがなんかちゃんと認識として合ってる時って、ちゃんとこの才能とそれを必要としてる人がマッチングされた時に、それがパチって埋まるわけじゃないですか。反対に自分ができない、自分がこのなんていうのかな、得意じゃないところに得意な人がマッチングされると、そこがハマっていくわけじゃないですか。だから僕はできることとできないことがあるんですけども、これがちゃんとマッチングすることによって、その人たちと共に一つの形を作っていけるっていう世界じゃないですか。だから前は僕は本当はへこんでるのに、できるという思い込みで出っ張ってるって思ってるんでね、そこを埋めようとする人が来ても弾いちゃうんですよ。いや、それいらないと。いや、それできるし俺みたいな、うん、逆に僕が才能だと思い込んでて、俺これできるよっていうことで一生懸命いくけど、受け取ってもらえないとするのであれば、実はそれは才能ではない、必要とされてない能力っていうことになるんだなっていうことに気づくんですよ。だから自分の中が明らかになっていくと、なんか自分のパズルのピースが明確になってくるんですよ。あ、俺はこれは得意、でもこれはできない、うん、要するにできるできないがあって、しっかりと人間じゃないですか。なんかどんな人間でもパーフェクトに全てのことができるとしていないんですよ。でもどっかで人間って無意識に一人で頑張ったり、なんか一人で成し遂げようとしたり、なんか一人で解決しなければならないっていうふうに思い込んでる人って結構いると思うんですよ。でもそういうことではなくて、やっぱりこの絵を完成するにはいろんなキャストがいるんですよ、うん、だからそのためには、まあ、自分が主人公でいいんですけど、もちろんその絵を作るために、そのためにどんな人たちとつながっていくのか、一人がつながっていける数なんてたかが知れてるし、そのスピードを考えた時にそんなに悠長にやってる時間はないように思うんですよ。特に今の時代のスピードを考えた時に、だから僕はまず自分がどんなピースなのかっていうことを一生懸命探して見つけたんですよ。今見つけたっていうのは、
なぜかというといろんな人たちの協力を得られるようになったからそう感じてるのかもわかんない。まだプロセスなんでね、どんなふうに変容するかはわからないですけども、あ、自分の水着のピースが埋まってきたぞ。例えば奈々ちゃんなんて最たるもんで、うん、俺が男で、ね、俺がこの全部ね、あの一家のあるとして食べさせて、俺が引っ張っていくぞっていうふうに思ってると、彼女とのこのマッチングはなかなか難しいんですよ。どちらかというと彼女は経営者でリーダー気質があってね、まあ、自分でお金も稼げるし自分で自分のことをやれる人なんですよ、しっかりと。だから僕がそこをやってるとこうぶつかるだけじゃないですかね。でも僕がそこをへっこめて経営っていう部分は奈々ちゃん、そうすると僕ができるのは何かっていうと、何かこうやって YouTube の動画を撮影するとか、僕なりにこの楽読とか平井七々の考え方、また僕の経験を世の中にお届けすることによって、このリターントゥヒューマンの考え方とかね、まあ、そういったものを発信していく、それを必要とする人たちに届けていくことが僕の役割、うん、そうすることによって相乗効果が出てくるわけじゃないですか。でそこが埋まってくるよと。でまた自分の中に、まあ、ちょっと細かい作業苦手だなとか、例えば経理とかあんまり苦手だよなっていうふうに思ってた時に、そこをちゃんと別のチームが埋めてくれる、うん、そうすることで僕は自分のやることに対して集中ができる環境ができるんですよ、うん、経理もしたり経営も見たり、あれもこれもってこう千手観音みたいにいろんなことやってることよりは、こう選択と集中が可能になったんですよね。僕は自分のできることに集中する、ね、で奈々ちゃんも自分のやることに集中する、ね、でこの ABC っていう仲間も自分のやることに集中してる。で僕に必要なのは、僕はここが出っ張ってるんで埋め、こことマッチング、ここへこんでるんでマッチングっていうと、僕はそれで大体こと足りるんですよ。そうすると奈々ちゃんのまたデコとボコがあるじゃないですかね。で奈々ちゃんが埋まってくれると、僕とその奈々ちゃんの先の人は直接つながってなくても間接的にはつながってますよね。でこっちの左の、ね、このチームと僕は直接つながってるけど、このチームの向こう側の人とも僕間接につながってるじゃないですか。だからこうやって僕を中心として僕の頭の中のイメージにあるジグゾーパズルを完成させていく上で、そうやっていろんな人たちがつながっていきながら最終的に一つの絵になってくるんではないかなっていうことを、これ2年ぐらい前から3年ぐらい前から感じてたんですよね。でも自分の経験がないんでちょっと表現が難しかったんですけども、なんか最近になってね、それが自分の中で見えるようになってきた、うん、それは自分が変わったからなんですよ。自分がより自分のことを分かるようになったから、そういったものがちゃんと引き合ってきて、ちゃんと必要なピースが埋まってきた、うん、だから僕一人で今頑張るっていうよりは、なんか、まあ、いろんな人たちと関わっていきながらね、チームプレーっていうのが僕すごく大事な時代だと思ってるんですね、うん、だからやるのは自分じゃないですか。この人生っていうかね、この世界を全般的に作っていくのは自分自身なんで、まず自分が何を、どんな世界を作りたいか、ね、どんなゴールを設定するのは自分なんで、その自分がどんな能力、どんな特性があるかっていうのを明確にする、まあ、多少それは経験を通じて学んでいくことにはなると思うんですけども、それは人に聞いてみたり、自己評価と他者評価が合ってない場合が本当に多いんで、なんで、まあ、信頼できる人に自分の才能とか能力を聞いてみる。自分では当たり前だと思っていることが人から見たらすごいこととか、僕からするとこう人前で話すとか何かを説明するっていうのは苦にならないんですよ。これなんかできるんですよね。だから僕にとっては当たり前のことが人前で話せないとか、自分の思っていることを上手に説明できないから人からするとすごい能力っていうふうに言われるわけじゃないですか。あ、それで、あ、これは才能なんだっていうふうに自分が認識したときに、これが一つの自分のまあ天才性、天から与えられた才能、そういうものなんです。こう先天的に持ってるものなんで、うん、それがちゃんと人のお役に立つようになってくる。そうやってそれぞれの個性とか才能がうまくつなぎ合わさっていくと、決して一人では成し遂げられなかったものが大きなみんなの力、もうなんかドラゴンボールの元気玉みたいなイメージですよね、うん、オラに力を貸してくれみたいな、そうやってことを成し遂げていく時代ではないかなっていうふうに僕は感じてるんですね、うん、なんでね、あのなんか自分が YouTube をしたいなと思って、あの例えば動画を撮影するとか機材とか苦手とかコンピューター苦手とかで、ね、話すの苦手とかいろいろあると思うんですよ。でもそれ一人でやるんではなくて、いろんな方たちを巻き込んでいきながらね、一緒にチームとしてやったら形にはなると思うんですね。そのためにはまず自分がどこのポジションにいるのか、どんなものを作りたいのかっていうのは明確にする必要はあると思うので、それをまあ書き出してみたり、イメージしてみたりとか、いろんなやり方はあると思うんですけどもね、うん、なんでね、あのぜひなんか自分の中で
こんなことしてみたいとかね、こんな世界作ってみたいとか、こんなこと成し遂げたいとか、こんなものを形にしてみたいと思うときに、一人で頑張るのよねって、いかに人の協力を得るか。それはもちろん人に協力を得ようと思うと、自分が人に協力したり人を応援するっていうこと、それが結果的に応援として返ってくる。これバリのね、兄貴マルさんもよく言ってるんですけどもね。なのでそういったことを繰り返していきながらチームを構成していく。そうすると現実化するスピードがね、なんだか早いんではないかなっていうふうに思って、なんかオンラインサロンでそんな話をしてたら、結構ね、皆さんうーんって納得してくれたというかね、なんか僕も話しながら自分で整理ができたんで、あ、これはなんか YouTube でね、視聴者の皆さんにシェアしようと思って、今日の動画を撮影させていただきました。まあ、いつもね、なんか僕はこう最後話しながらね、伝わったか伝わってないかなとか思いながらね、話してるんですけども、なんか皆さんのね、コメントで確認する部分があると思うんで、皆さんのコメント本当にね、励みになるんでね。ということで本日はね、ジグゾーパズルをテーマにして、自分の人生がどうやったら形になるか、理想の人生がどうやったら形になるかっていうのをね、お届けさせていただきました。オンラインサロンもね、これ1ヶ月初月は無料なんでね、僕の動画見て、あ、なんか興味あるなと思ったらですね、概要欄にまたそれも載ってるんでね、そこで登録していただいて覗いてみるだけでもいいんで、ぜひね、一度参加してもらえればと思います。ということで本日の動画は以上となります。皆さんご視聴どうもありがとうございました。ではでは。